静岡大学理学部地球科学科の木村と申します。よろしくお願いします。理学部の地球科学科は2つの講座からなっています。1つがですね、地球ダイナミクス講座で、もう1つが生物環境科学講座になります。地球ダイナミクス講座では、プレートテクトニクス、海洋地殻、マントル、火山、それから地震、それから、鉱物資源、こういうような研究を行っている、教員が揃っています。で、一方生物環境科学講座に関しましては、物質循環、海洋学、それから、環境微生物学、それから生物多様性、津波堆積物、化石、それから古生物の研究を行っている、教員が揃っております。地球科学では、地球のさまざまな地殻現象、それから環境変動、生物多様性の解明に向けたアプローチをしています。で、近年では、地震、火山などの、大規模な自然災害、それから温暖化による、地球環境の変化、さらにそれらに伴う生物の多様性の影響など、地球に関するさまざまな問題が起こっています。こういうような問題に興味のある高校生にぜひ集まっていただきたいなというふうに思っています。卒業生の半分ぐらいがですね、大学院に進学しています。で、修士課程でさらに研究を進めるということを行っています。で、残りの半分はですね、企業に就職したり、あとは公務員になったりする、そういうような卒業生がいます。中でも公務員になって県庁ですとか地元の市役所で仕事をして、その中でも危機管理関係のですね、仕事について自分の専門知識を生かしているような卒業生もいます。それから高校の先生になるような卒業生もいまして、高校で地学を教えたり、あとは生物を教えたり、そういうような卒業生もいます。高校生の間に、多分地学を勉強しているっていうことは方は、非常に少ないと思います。ただ地球科学科の中では1年生の間に、地球科学入門という授業がありまして、そこでかなり地学に対して、基礎から応用までかなりの、勉強を積むことができます。ですから、高校で地学を勉強していなくても地球環境に興味のある学生さん、こういう方にぜひ集まっていただきたいなと思っています。今1年生なんですけど、地球科学の基礎的なことを幅広くやってます。地球科学入門1では、岩石とか火山の勉強をしていて、2の方ではゆうたろうさんの授業で、生物について学んでます。もう一つの地球科学2という授業では、石橋先生の指導のもと火山とかダイナミクス系のことを勉強しています。私は、週1でテニスサークルで活動してるんですけど、そのテニスサークルの、ご飯行ったりとか 花火やったりとか、そういうの楽しいです。勉強はちょっとテスト近くなる と、 ちょっとテスト勉強忙しくなるんで大変でした。私は地学研究会と放送研究会に入っています。地学研究会では夜一緒にみんなで星を見ようって星見をしたり、化石を取りに行ったりして楽しいです。放送研究会ではみんなでフリートークとかテーマを決めてラジオをしているので、はい、楽しいです。そうです。一人暮らしをしているので、こう洗濯とか自分で食事を作るっていうのは大変だなって思ってます。受験生にはこれからどんどん忙しくなって、なんか余裕がなくなってくると思うんですけど、ちょっと自分なりの休憩の仕方とか考えるといいかなと思います。漠然と地学が好きっていう人にとってもすごく適した大学だと思っています。なぜならいろんな科目の専門の先生がいらっしゃるからです。そういう地学好きな人はぜひ来てください。今の時期は恋人は作らない方がいいと思います。絶対入試直前になってゴタゴタします。入ってから男女比がやっぱり女子の方が少ないので、こうつながりっていうか一人一人とのつながりは強くなって、いい友達関係が作れると思います。